ダンテ選手さっき踊ってたの可愛かったですいやー本当に踊り出す前はちょっと困った表情もしてましたけれども、コメントも届いてまして、ダンテ困ってるのが可愛い、ダンテちょっとだけ乗ろうとしているのが可愛い、いうようなコメントも届いています。さすがミュージシャンだけあって最後のリズムキープは最高でしたね。そうでしたね。戸惑いからノリノリのダンスを見せました青コーナー。さあそのダンテレオンに対して忍者マーク、いやこの近距離だいやもうよくお互いの動きが分かってるなんて言いますけども、その距離感というかもう何センチ単位で分かってますよね。そして相手がどんな攻撃をするか、それに対して防がれたらどういう気持ちになるか、そこまでねお互い分かってる、まさにライバルですよね。さあトラスキック一つ間を置いてから、あお返しも忍者マックだ。石回転してのエルボーバックエルボー、忍者マック膝勝ち上げた、いや膝は忍者マックも同様に。いや原田選手、はい、この2人本当は合わせ鏡ですよね。そうですね、まあ、向き合ったらもうとことんやり合ってますね。ありますね、はい、もうこのまま試合終わるんじゃないかってぐらい、もうシンクロが始まってもおかしくないですねさあ会場内手拍子を呼び込む忍者マックと中野を加速していく距離を取ったぞ相打ち